こんにちは。こんにちは。フリスピリッツです。今回はですね、ドドンと山際さんのクロコダイル巾着バッグをご紹介していきたいと思います。これめちゃくちゃ贅沢ですね。いや、めちゃくちゃ贅沢なんですよ。このセンター取りの。ちなみに使われているクロコダイルはナイルクロコダイルになりまして、その中でもかなり負の細かい両面センター取りの贅沢な仕様になっております。この真ん中の四角いところ、竹譜とこの端になってくると ね、丸譜っていうこうちょっとコロッとした譜模様が出るのがまたいいですね。そうなんです。このね、しっかり対比もこのバッグの中でありつつっていう、うん、まあ、これぞクロコダイルの醍醐味というデザインになっております。うん、形につきましては、はい、こういう感じの巾着型になっておりまして、結構スタイリッシュな、普段使いに持っていただいてもあまりごつさのない、ファッションにも取り入れやすいデザインになっております。そうですね、男性が持ちやすい巾着型のクロコのミニバッグって本当に珍しいので、普段のファッションに取り入れて普段のファッションをグッとおしゃれに持っていくっていうイメージですね。そうですね、うんうん、中を見ていきましょう。はい、こんな感じで金属で絞られているような形なので、横にグッと引っ張るだけで簡単にやってくれます。なるほどなるほど。で、中はグレーのスウェード生地が貼ってありまして、はい、それぞれですね、こっち側がですね、ボタンポケットとファスナーポケット、うん、反対行きますと肩待ちのオープンポケットですね。あ、結構ちっちゃいおカバンではありますけど、ちゃんと小分けできるんですね。そうなんですよ、ポケットも豊富についてます、うん、でですね、なんとなんと、はい、こちら、カバンだけじゃないんです。実はどういうことですか。中を開けるとクロコの定期入れ、こちら付属してます。え、すごっ。これだけでも高級感があるパスケース定期入れにはなってるんですが、こちらがカバンに付属してるものになりますね。付属っていうところがもうやばいですね。そうなんですよ、これだけでも全然商品として成立するんですけど、ついてくるんです。贅沢すぎますね。すごい贅沢なオプションになってます。で、さっき外装説明した時にここにもポケットがありまして、サトポケットですね。で、この付属している定期なんか、このサトポケットに入れて使っていただいても取り出しやすくていいかなと思います。こういう感じですね。あ、しっかり収まってくれますね。これぐらいの幅感はあるので、小さめの携帯であれば入ります。え、贅沢ですね。ちっちゃいクロコのおしゃれなバッグからクロコの定期入れにして使うっていう、ここからサッと取り出して、わー、かっこいい。かっこいいでしょこれ。やばー、これはね、テンション上がりますね。これ持つだけでなんかちょっと周りと違うぞって、うん、ちょっと格を、自分の格を高めてくれるような商品になるかなと思います。そうですね、これちょっと持ってもらってもいいですか。ちょっとスタイリングを見ていきたいです。ぜひぜひ。はい、というわけで実際にこう縦の下をこれぐらいのサイズ感で、なるほど、おしゃれになりますね。めっちゃおしゃれです。グッとこう全体的な僕の印象を引き締めてくれるようなね、うん、そんなバッグになってます。少し紐長めなので、はい、ちょっと荷物重たいなってなれば、こう腕も通るぐらいの長さは。なるほどなるほど。肩掛けか、手首でこうグッと握って持っても綺麗かもしれないですね。ああ、うん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 。この感じちょっと高さ調整できていい感じかもしれないです。ではちょっと女性でも比較してみましょうか。はい、お願いします。はい、というわけで続いて女性スタッフに持っていただいてます。そうですか。いや、女性でも結構サイズ感いい感じですね。サイズ感もいいですし、形自体が割と丸くて柔らかいので、女性が持ってなりますね。こういう巾着系の形は浴衣とかでもかっこいいじゃないですか。ちょっと肩かけてみましょうか。はい、肩かけたらどうかな。あ、それでもいい感じですね。お気軽に持てるようなイメージでしたね。いいですね。いや、これ持ってたら一気におしゃれになりますね。そうですね。かっこいい。かっこいいですよ。そう、一生に一回はちょっと持ってみたいなという憧れのバッグですね。はい、という感じで今買った感じで説明していったんですが、容量感というかサイズ感で言うとですね、僕の所作の長さにすっぽり入るぐらいのサイズ感にはなってます。すごい、ちっちゃそうに見える。しっかり入って、で、口もしっかり、で、型崩れなく持ってるぐらいです。
ですね。そうですね、シルエットに響くこともなく綺麗に持てそうですね。そうですね。でまだ容量的には余裕あるので、結構スペースが広いのでキーケース、イヤホン、携帯みたいな感じで結構入れられます。そう、日常使いのものはすっぽり入るぐらいだと思っていただいて大丈夫かなと思います。なるほど。はい、というわけで今回山際さんの巾着型バッグ紹介していきました。現在ですね、こちらのカバンフリースピリッツの、ルクア大阪店での、取り扱いになっております。また興味ある方はぜひぜひルクア店いらっしゃってみてください。ではこちらの動画がですね、よかった方グッドボタンとチャンネル登録ぜひぜひよろしくお願いいたします。ではご視聴いただきありがとうございました。ありがとうございました。